完売部数がお話し会の完売部数が1部から5部に増えましたっていう話ですね。ありがとうございます。お話し会まだね、部数残ってるので、そうお待ちしてますっていうとりあえず、まあ、今はカードにピースさん、タワーありがとうございます。今は1部から5部にちょっと完売の数が増えたので、そう感謝言いたいなと思ってそう話しました。そのスリーブ、これお話し会に前来たやつですね。レジのスリーブおしゃれって、眠たそうってすごいね、あの眠たいってなってました。実はなに、元気だ、元気元気です。ね、あ、そう今日ね20時からね、そうそうそう、動画がね配信っていうか YouTube のナルタワチャンネルが更新されたんですよ。そうめっちゃ頑張って編集とかいろいろ撮影とかすごい頑張って、なんて言ったらいいんだ、長期戦長期戦でやってたので、ぜひチェックしてみてください。うん、アイス食べてないです。うん、西崎ちょっと見てきたって嬉しい。そう面白いからぜひ、なんかあこういう生活してるんだって、そう本当になんかね、しかも2人ともずっとスケジュール一緒で10日間、だから10日間ぐらいのなんかねいろいろやってるんで、そうスケジュールだったりそう分かると思うんで、普段のナルタワが見れる企画だったと思うのでぜひ見てください。エースさん、メイクさんすごいありがとうございます。うん、あさってお話し会です、楽しみ。最近秋服とかを結構買ったんですよ、話し会用として。そう、それがね購入したものが、まあ、早いものとかはもう届いてたり、まあ、届いてなかったりするんですけど、統一企業がすごい悩んでる。でも全部可愛くて、そうすごい着るのが楽しみな服いっぱい、何着、何着かな、もう数えられるぐらい
私基本通販です、服買うとき全然お店行かない。普段マクドナルド行きも大好きです、マクドナルド。体に合わないことないのって、あったけど、ごめん、あったけど、けどね、あんまないかな、基本。なんかすごい体が標準体型なんですよ。そう、結構ね M とか買っとけばだいたいちょうどいいから、本当になんか着れないこととか本当にない。感じ。そう、身長も多分さ標準くらいだからさ、そうめちゃめちゃなんか服とかなサイズがちょうどいいことが多いですね。よくなんか衣装さんにさ、衣装直されることとかも多いんですよ、やっぱり AKB とかってね。でまあ、他の人の衣装着る時とかなんか直しが多いことも多いんですけど、なんかそういうなんか、この人も本当みんな直してんだみたいな、本当みんななんか詰めたりとか、そうちゃんと直してる中、本当に私だけ直しなしですぐ終わったりとか、本当にね、なんかもう服に関してはもう全てにおいて、あ、私は標準なんだな、標準のまあね、服を標準体型なんだなって思うことが多い。普通に見て大きいんかな、でもなんか服とかは本当になんか、困ってないですね。標準に見えない、標準らしいよ多分。 多分ね、あ、そうそう、麦さんと体型一緒だから。 体型までなんかめっちゃ一緒ではないけど、なんか麦さんと似てると思う、似てるんだと思う、麦さんの衣装のこと多いから。平均の女ってなんか名付けられるとうーんってなるけど、うーんだな。 まあでも身長が一番大きいのかな、フリーサイズのものとか、そう、あ、そう、麦さんと新芽今回の新曲嬉しいです。そういうキリンさんとかね、10年前の衣装とか詰めたりするからね、すごいよね。すごいよね、わかる。そう、てかこう昨日が公演だったんだっていう、すごい今遠く昔のこと話してる気分。 公演昨日か、昨日公演だった、そうだ、なんかね昨日かってすごい不思議な気分になります。でも久しぶりの公演でね、浦島太郎じゃない、別にね、めっちゃ時間遡ってるわけじゃないけど、そう、すごい不思議な感じだな。ね。お、コメントどうした？
コメントどうしたっていうのがあった。んでも昨日久しぶりの公演で、なんか声の出し方が変わったみたいで、なんか声質高くなりましたねっていうコメント見て、あ、だから喉、確かにだから喉がすごいカスカスになったのかなみたいな、っていうのはすごく感じた。ファンの方の感想すごい嬉しかったです。公演が当たりませんって、諦めずに投げ続けてくださると嬉しいです。声変わりしたのって、声変わりしたわけじゃないんだけど、確かに下で歌おう、なんか腹で歌おうって、まあ、腹で歌ってるけど高い音も、確かに声ちょっと変わったのかも 今頭の中で整理してた。確かに。そう、今日スピンで舞台見に行ってきました。そしたら鹿殺しの皆さんにお会いして、そうびっくりした 今日見に行った舞台で、確かに鹿殺しで共演した方も出てるんですよ、2人ほど。事前に見に行くって言ってたのって、いや事前に決めてたけど、たまたま同じ日だったんですよ。だから演出家の丸尾さんとか、そう、あとなんだ、私はその実際一緒に、でも丸尾さんと一緒に、丸尾さんの奥さんチョビさんとか、そう、もうお世話になってるスタッフさんとか、そう、なんか皆さんいらっしゃってて、びっくりしたの、本当に会った時びっくりした。今日ねえって感じだった。びっくりしたな。で、昨日の公演の話にちょっと戻ると、そう、久しぶりに公演出演で、久しぶりって言ってもそっか、そんな間は空いてないけど結構なんか仰天が出てた期間が長かったので、すごい久しぶりに感じて、で歌うのもイベントとかが多分、そうだね、一時期に比べたら本当にイベントとかもなくて、歌って踊るっていうのも結構久しぶりになんか感じて、プラスセリ動くし セリがに復活して初めてだったのですごく嬉しかった。そう、嬉しかったんですよ。そうだから、でもなんかまあセリ動くから改めて立ち位置の確認とかもしてたんですけど、すごいドキドキでした めっちゃスカート、なんだスカートがチラリしてた？どの衣装？でもね、確かに一つすごいスカヒラしちゃう衣装があって、そう、あ、わかるね、競り合った方がやっぱテンション上がるしいいよね。久しぶりの競りは大丈夫だったって。どうにかなりました。あとサムネイル公演はセリを使う曲が少ないんですよ、多分他の公演に比べて。だから若干安心してやってました スカヒラ衣装って言ってもまあヒラヒラいじられる
そういじられる場面で、まあ、ちょっとあるかないかかな。そうユーリーさんに、君や君メロでユーリーさんにたくさんめくられました。 そう、あそこね、なんかやられるじゃないですか、歌割り。でも歌割りだからさ、マイクから口離すわけにもいかないから、なんか顔動かせないし、でもなんかやられてるから、もうとりあえず手掴んで「ふん」みたいな。もういじらないで、いじらないでみたいな感じでやってました。そう、無防備だからさ、マジで。そう、スタンドにマイクつけて歌ってるから逃げらんないのよ、ほんと。そう、まあ、そういう状況を楽しんでます、私は。そういう状況も楽しんでます。でもなんか昨日のね、まあ、自分的にはすごい、乾燥なのか分かんないけど、なんかすごい喉がね、もうねカスカス になるから、そう、すごいね、歌声が気になってる。オンデマとかで見ようかなって感じ。見たいなって思ってる。見たいなって思いながら、まだ見てないんだけど。 そう、すごい気になってるんですよね。でもね、もう今は治ってるんで、本当になんか、まあたくさん声出したからかなって。でもよかった。でもあとはなんかね、でも本当に歌に関してはね、なんかもっと成長したいなって思います。でも昨日あやみんとクロスちゃんが見ててくれてて、で私的にはなんかすごい、昨日はなんか、ああ歌って感じだったから ああ歌って感じだったから、そう、なんかね、不安すぎて、まあ先輩だから言いにくいんだとは思うんだけど、でもね、言ってくれた、なんかね、みゆさんの声好きですって、そう言ってくれて、なんかちょっと安心して嬉しかったです。なんか、あ、頑張ろうって思った。 もっと良くなるように頑張ろうって思った。あ、あやみんの話他にもあるんだけど、はあちゃんも可愛いじゃん。もうあやみんもね、可愛いエピソードあって、なんか帰りに、なんか私は事務所に行く時、あやみんは帰る時あって、ですれ違ったんですよ、道で。でその時に、なんか「久しぶりに会いました」って言ってくれて、「久しぶりに会いましたね」って言ってくれてね、すごいキュンってなった。なんか可愛いみたいな。 可愛かった。確かに 道で久しぶりに会いました、ちょっと怖いのかもしれないけど、でもあやみんだから可愛いってなった。それで最近会えてなかったもんねっていう話をすれ違った時にした。そう、あやみんのは年上なのかな、そう、確かに可愛かった。 そう、ニコニコで言うの、それをニコニコでそう言うから、キュンってしちゃった。
可愛いってなっちゃった。はーちゃんはね、サーターアンダギーが好きらしいよ。なんかそれも可愛かった、キュンってなった話、あの二人の可愛いがやばい。そう、はーちゃんはちなみに恥ずかしそうに、そう、サーターアンダギー好きなのって言ったら、はいって、可愛かったよ。そう、はーちゃんとはね、はーちゃんが髪の毛切って初めての、そう、会ったんだけど、そう、可愛かった。え、ですごい友達も闇に釣られてました。なんかやっぱ釣られる、わかる、なんか母ちゃんは年上かな、あれ年下どっちだ、ね、あと2人と全然違う関係話で、あ、関係あるっちゃあるか。なんか昨日の公演中、すごいメイクさんとか、あとあやみんとはーちゃん2人とも話した時もだし、そう、なんかすごい言われたのがね、髪の毛切ったって言われて、あ、そう、昨日ね SNS のコメントにもあった、髪切ったって。なんでだろう、ストレートにしたからかな。なんか改めて髪の毛の長さを、なんかこの長さだよみたいな感じで、すごい分かりやすいじゃん、ストレートって。なんかストレートしたからかな、なんかすごい髪切ったってすごい言われた。だから、え、切ってないよって言ったら、すごい笑われた みんななんか、ごめん、あら、間違ったみたいな感じの反応をみんなしましたね。前髪の感じかな。ね、なんかすごい短く見えたって。ああ、前髪はね、前髪最近ね、分けるようになったんですよ、こうやって。なんか少しでも暑さ軽減 ここ全部折ってたらさ、もうなんかどこも逃げ場がないわけ。あの、涼しさを感じれる場所がなくて、だからちょっとでもと思って、ここをね、最近開けるようにして ここだけで少しでも涼しさをみたいな。昨日の公演で、あの、笹メイクさんの T シャツをいただきました。ありがとうございます。しかも、あの、オルガン坂の収録でご一緒した時にいただける、いただきたいなーって思ってたんですけど、まさかの そう、プレゼントの受け渡しの時に昨日公演でもらって、そう、笹メイクさんからのプレゼント、笹メイク T シャツいただきました 大切に着たいと思います。ありがとうございます。笑っちゃった、もうファンすぎて、その受け取り方も、もうなんかファンとアイドルすぎて めっちゃ笑っちゃった。え、そう、プレゼントボックスに入ってて、そう、ちゃんとファンのルール守ってるんですよ そう、オルガン坂で着たいなと思って、次オルガン坂ある時に着ていきたいなと思ってます とか普通にレッスン場でエイトメンバー一緒にレッスンするときに一緒に着よう、七瀬と話しましたね何？そうそうそう、MC 中じゃなくて、あれもう多分終演後なんだけど、お見送りの前に七瀬が、あそこに笹メイクさんいるよって教えてくれて、わーって笹メイクさんみたいななっちゃってた お辞儀してました、それ。あ、お久しぶりです。そう
なんかそういうなんか自然な姿よね、アイドルのね。なんかそれがそう、笹メイクさん自分でそう当選してきてくださったらしい。だから本当に正真正銘よ、正真正銘のファンをしてくださってる笹メイクさん、正真正銘ファンですね。もうちゃんとファンです。スタッフさんも焦ってました。 あれみたいな。今日誰も別に招待とかして、招待枠とかないんですけどって。そう、たまにやっぱ親御さんが来てたりとかそういうことあるじゃないですか。そんな感じでなんかそうあるけど、なんかそういうのも本当になくてみたいな。そう、招待とか優先、なんか招待とか本当になくてみたいな。みたいな、スタッフさんも焦ってたぐらい、びっくりしてたぐらい。そう、ですね。ささめくさんに関してはオルガン坂生徒会推しです。いつかお話し会にも来てくれたりして。 お話し会で「ササメイクさん」ってなる日が来るのかもしれない、もしかしたら。オルガン坂発行しですね。まあいつかね、もしかしたらね、そういう日も来るのかもしれん、分からんけどね。がっつりファンにしようとしてるね。いやでもここまで来たらみたいな感じでちょっとね。ねえ、やっぱいい人だって。 まあ無理しない程度でよろしくお願いします。ありがとうございます。いつも応援してくださってありがとうございます。仲間ですね。 わらわら。あ、夜ご飯ね、食べました。あ、今日は夜ご飯、そう、最近はね、冷蔵庫にある食材を消費したいと思って、消費しようと思って、まあ考えながらやってるんだけど。 でも完全にね、間違ったのよ、料理のメニュー。完全に本当に間違ってるんだけど、バナナを今日は消費したくて。そう、バナナと、あとママさんが作って買ってくれたゴーヤチャンプル、ゴーヤチャンプラー食べようと思って今日で。そろそろ牛乳もやばいな、卵も結構残ってるな。でバナナが3本も残ってて、ちっちゃいやつね、ちっちゃいやつだから、なんかはどうにかバナナ消費させないと。でも真っ黒なんだもん。 まあ冷蔵庫に入れたらバナナの皮ってすぐ真っ黒くなっちゃうじゃないですか。まあそれもそうなんですけど、プラス結構なんかずっと、もうそろそろ食べないとやばいみたいな。そう、スムージーにするかとかももう悩んだんだけど、そう悩んだんですけど、あ、でバナナ、その皮が真っ黒なだけで中は真っ黒じゃないですよ。そう、まだいけるんですけど。そう、冷やしとくとね、長持ちするらしいですよ、バナナって。そう、そう、牛乳もすぐ傷むじゃん、だから牛乳も早く消費しないとなーみたいになってて、でなんか思いついた、なんかとりあえずバナナを、そう、3本とりあえず切って、細かくっていうか、まあ一口大に切って、でもそんな大きいバナナじゃなくて、本当になんか
こんくらいのバナナ ちっちゃいバナナだったんで全然いけるんですけど、それを切ってあのバターで炒めて、そうそう、黒くなるけど冷蔵庫は長持ちするんだよ、そう知恵誰かから教わったんだよね、テレビで見たんかな、まあ、知恵です。そうバターで炒め、その次にまあ、パンだからパンを買ってこようと思って、パンを買ってきて、その卵と牛乳、あれじゃんみたいな思って、あれじゃんと思ってパンとりあえず買ってきて、で卵溶いて牛乳は全部、ちょうどしかも牛乳全部なくなったんですよ。そうで牛乳全部なくならして、で砂糖ちょっと入れて、まあ、混ぜて、でフレンチトースト作りました。フレンチトースト、そうそうです、フレンチトースト作って、でフレンチトーストにそのバナナの炒めたやつを、まあ、横に添えて食べたんだけど、プラスゴーヤチャンプル何ご飯って感じ、何ご飯って感じのご飯できちゃったけど、まあまあまあ、でも今日は本当になんかお掃除片付けしました、部屋の中の床拭いたりとか洗濯物やったりとか台所の掃除したりとか、なんか整えました部屋の中を。ね、組み合わせやばかった。でも一応あのフレンチトーストをデザートとして考えてあの食べました。ゴーヤチャンプル食べて、その次にフレンチトーストみたいな感じで食べました。ちゃんとちゃんと順番はそういう順番で食べたんですけど、うん、ねはい、まあそれで何時に食べた？それがちょうど多分1時間前、19時ぐらいに食べた。19時ぐらい、みんなボケてくるね、ゴーヤチャンプルがデザート違います。そうだから眠くなったの。そうなの、その通りはい、まあ、でも無駄なく消費できたってことで、やったやったねって思ってます。バナナトーストゆきりんさんの一押しなんだ。でなんかね、一番あのやってみたかったのが、あの私がいつも見てるあの韓国人の YouTuber さんが作ってるんですけど、あのパンをねめっちゃ薄っぺらくして、でそのパンをあのバナナ1本、まあ、1本ちょっと切るけどバナナ1本巻いて、そのパンにね、でなんかバナナロールみたいなのできるわけよ。でそれをあのフレンチトーストの、まあ、牛乳と卵と砂糖を溶いたやつにつけて、でそれをフライパンの上で焼くっていう料理があって、そうプラン D さんです。そうなんか本当それ作ればよかったんだけど、なんか何を考えたのか、私はバナナをとりあえず切っちゃったんですよ。そうだからあやらかしたなって思ってるんだけど、あ知ってるって嬉しい。そうそう、まあなんか気になる方ぜひ作ってみてください、簡単だしね。そうだから私もあそれすればよかったってすごい後悔しながら、まあ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 、まあでも美味しかったからよかったです。バナナマヨパン？バナナマヨパンちょっと怖いです。あの巻くのは簡単だよ、気になる方ぜひ作ってみて。
バナナは皮は巻かないですね。はい。バナナ、皮から取り出していただいて、その後、バナナ1本をパンに巻いていただいて、はい。耳とかも切り落とした状態でね、ふわふわの部分だけ。要チェック。要チャックやーってなってる。チャックやん。まずバナナは黒くしなくて大丈夫です。まあ、どっちでもいいけど、それは中が食べれるバナナやったらどっちでもいいけど。あ、そう、サンドイッチの要領ですね。あー、わかるね。私もバナナ好きだけど、バナナのケーキとかなんかそういう系は、そうだね、わかるかも。私コーヒー好きなんだけど、コーヒーのお菓子苦手。なんかコーヒーのケーキとか。でもね、コーヒーゼリーは好きなの。だってあれ、まあコーヒーやん、ほぼコーヒーをゼリーにしただけやん。あれはそう好きなんだけど、揚げ焼きうまそう、美味しそう、確かに。コーヒーはブラックで飲む。そう、なんかゼリーはさ、だってコーヒー固めただけやん、ゼリーにしただけやん。けどさ、なんかコーヒーのケーキとかやったら、なんか生クリームとか入っちゃうじゃないですか。それでなんか違うんですよね。なんか31のコーヒーのアイスも、アローマアフガードは美味しかった。食べたやつ、31食べた後でも美味しかったです。あれ本当に多分コーヒー好きな人でも食べれる。みゆちゃんはいつからコーヒー飲めるようになったの？高校生時とかから飲んでたかな。高校生の時が飲みすぎるから気をつけてました。なんか飲みすぎたらあんま体に良くないじゃないですか、逆にね。そう、だから飲みすぎないように気をつけてましたね。そう、コーヒー好き。コーヒー入れて飲んでました、一時期。そう、ブラックで飲みますね。なんか砂糖とかクリームはいらないですね。超割れなかった。でも私はコーヒーを飲むと、ダイエット効果がすごいあります。 そう、だから痩せたい時逆にコーヒーとか飲む。コーヒーとか午後の紅茶とか飲んだら、私は結構強い 強いです。私は結構コーヒーで、そう、なんか腸をリセットしてる感ある。その食べ過ぎてる時とか。なんかね、午後の紅茶も私は、そう、だからたまにしか飲まないけど、そう、すごいね、腸のリセット、 お腹のリセットをしたい時に飲みますね。コーヒー好きだけど、利きコーヒーできるか不安だな。そうだ、困った時は私はコーヒーとか、なんか飲み物で解決してます 困った時、食欲が抑えられないとか、そういう時は。そう、ゴゴティー砂糖とかって思うじゃん。けど私はね、そうなんですよね。
なんかわかんないけどね、なんか、ですね。飲み物も好きだから、なんかアイスも好きだけど、飲み物も好きなんですよ。そう、ジュースとかすごい、なんかずっとジュース買ったりしちゃう。なんかジュースだけ買っちゃうんだよな。この前も昨日の公演前も、証人なるがいるんだけど、行くところ行くところで飲み物ばっか買って、そう、何にもなんか食べるもの何にも買わなかったみたいなこととかもありましたね。そう、本当飲み物ばっか買ってた。なんか3つぐらい、まず劇場着いて自動販売機でカルピス買って、でその次コンビニ行って乳製品買って、パックの乳製品のパック買って、でその次タピオカのお店でタピオカ抜きの M サイズのドリンク買って、で劇場公演やってました。なんか、いや、買いすぎやってって感じよね、本当に。どんだけ飲むのか、そんなの喉乾いてんのみたいな。そう、ミルクティー。そう。なんかでも私はタピオカのお店でタピオカを入れずにミルクティーだけ買うのが好き。なんかタピオカ店の飲み物美味しく感じる、すごい。ミルクティーだけでもすごい美味しいなーって感じるから、とタピオカ抜きの飲み物だけ飲みますね。そう、ね、美味しいよね、タピオカ店、わかる？なんかでもこんだけ飲んでも私はそんなに変わんないですね。まあ、タプタプはした。タプタプはしたけど。鴨南蛮そば抜き、え、どういうこと？ねえ、タピオカ一回も飲んでないんだ。飲んだことないんだ。美味しいよ。そう、ハマったらやっぱ抜け出せなくなっちゃう。そうそう、タピオカはね、そうそうなん、タピオカを入れるとね、甘さがよりた、ね、めっちゃ甘くなるよね。そっか、来週だ。来週マガジンのグラビア出ます。巻末。一番最後のページまでめくってみてください。 ページ数そんなないです。そうけど、なんかすごいね、素敵に撮ってもらってるので、スタッフさんが本当に何回も会ったことある人ばかりで そう、マガジンに出演するのは初なんですけど、またグラビアって言っても今年何回目？そう、去年がすごい出てたから、去年が本当に一月に、なんかめっちゃね、めっちゃ出てたから、去年が。そう、今年はそんなにやってないです。やってないんですけど。久々のグラビアになりますね。今年は全然グラビアらしいなんないよ。なんないです。ええー、雑誌に出てくれると嬉しいって。そう、今年はラビジュールさんとかもあったからね。ね、セイカのグラビア見ました。ブーカ電子版の表紙。
水着コンサート、いやあれは一度きりですよ、きっと。当時のあのやつ一度きりだと思います。え、お代理も出んの？え、驚きなんだが。やばい、いろいろ話がもう混雑しすぎて ユーリーさんの髪の毛紫になったの？え？ いろいろありすぎて困っちゃう。あ、今度お手紙書いて送ります。待ってます。ありがとう。話がいろいろあるね。映画はね、もう順調っていうか映画終わりましたよ、撮影 みんな ありがとう。そう、話題が渋滞なの。ね、ゆいりさんの、そう、写真はね、買いたいなーって思ってる。でもカウカウ詐欺なんだよな、私いつも 自覚してる カウカウ詐欺だからさ、そう、本当に、そう、買うとき決めようと思う。話がつきませぬ。話がつきませぬ。ナルトチャンネルはね、編集をね、徐々に始めてましてですね。そう、まあ来週上がる動画とかが、そう、編集したやつかな。ふふ。ボバメ結構送りますかって、1日に2通は送ります。長文の。結構長文気味のやつ、多めです。ですよね、皆さん。なんかファンの方に聞いた方が早い気がする。こんな感じだよーって、ファンの人が教えてくれそう。レジェリール。キュンです。写真集いつか出したいよね。ね。みんながメール取ってて損はないよって そう、損はないよ。結構私メールにひそひそ話を書きます 私のなんか日記みたいな、毎日の日記みたいな感じ。こういうことがあってねとか、そう、ツイッターに書いてない本心とか書いてます。仕事中にやけどし、そう。へへ。まあ、イコールおすすめってことですね。秘密のダイアリー。そう、YouTube 更新されてるから皆さん見てください。私もショールーム終わったら、見てねーっていうツイートするよ。お、嬉しいね。もうずっと撮ってくれてるもんね。ありがとう。あ、カティさん、くまたはありがとうございます。くま、んか急にさ、私さ、ちゃんとタワー全部読めてるか不安になった。ピースさん読んだもんね。読んでるもんね。チーム4全員のメール取ってるもんじゃもいる。すごい。もんじゃまで読まなくてよかったよね、絶対今 流れで読んじゃった。すごい。チーム4全員のメール取ってる方とかいるんだ。すごいなぁ。
下もフィットしてるっしょ、ここフィット。でもこれ実はあの腰曲げてフィットしてるから腰伸ばしたらもう無理。ここまでいっちゃう、姿勢を正したら。いや、そういえば明日あの体動かしてくるんですなんかね、お友達におすすめしてもらったフィットネスのね教室を受けてきます。楽しみ。そう、すごい動いてくる体。そう、体験行ってくる無料だからさ、まあ何やるかは、まあ行ってから言いますね。そう、健康的なのそうなんですよ。なんか肩こりとかほんとひどくてさ、もうなんか筋力つけるしかないらしくて。そう、肩こりすごいし、そういろいろとあのガタがくること、なんか筋肉量がなんか筋肉量あると思うんだけど、なんかその私の行動にその筋肉量がやっぱもっと必要みたいで、そうもっと筋肉しなきゃいけないからさ、筋肉待って、日本語おかしすぎる。筋肉つけなきゃいけないからさ、そう、うん、だからそうマッサージ行くよりかはやっぱそうやって体を動かして、あの体のね、あの不調な部分とかを取り除いた方がいいっぽいので、はい、パワー筋肉がいるうん、いやムキムキになるわけじゃないけど、まあなんかね、まあ綺麗に整えれたらなみたいな。でも私筋肉あると思う、結構だけどね。なんかそうやっぱ筋肉のさ数ってたくさんあるからさ、なんかそのよくみんなが見てる大きい筋肉じゃなくて、その動かす時に必要な普段使わない筋肉がやっぱ不足しちゃうらしいので、そうあると思います。そう、インナーマッスルってやつなのかな。でもなんか体動かすの好きだから行ってくる、楽しみ。うん、健康に。同じとこでも通うかまだ決めてない。とりあえず体験行ってくる、汗流してきます。スポーツでできるよ、そこそこ。体幹も鍛えてくるわ。あ、そうだ、ミューカラしよう。今日はミューカラをします。何歌おっかな。あ、やっぱ歌さんの新時代が今1位取ってるわ。ずっと気になってるけど、ハム太郎とっとこ歌をずっと歌ってる人誰なんだろう。ずっと3位いるんだよな。すごい人気曲に入ってる。カラオケ、普通にカラオケ行ってランキング入ってるとこ見たことないけど、ショールームでは絶対入ってるんだよな、ハム太郎のとっとこ歌。え、何歌おう、何歌おうかな。悩む。過ち歌おうかな。なんかポップな方が良かった、もっと。
それでは聞いてください。過ち。ありがとうございました。大人の曲でした。おー、日暮らしか。ありがとうございました。ということで、ワンモアプリーズってワンモアプリーズ。でも元気な曲やりたいよね。元気な曲歌いたいと思います。元気な曲ってなんだ。カルスルル、彼を好きになって、これ歌おうかな。それでは聴いてください。初恋ダッシュ。ちょっと待って、ここまでで、ここまでにわかがバレちゃう。はい、ということでありがとうございました。すごい可愛かった。このさ、振り付けが好きでさ、そう、アイドルって感じで好きなんですよね。ってことで盛り上がった曲一曲やったし、ランキングアップに行きたいと思います。とりあえずダンジョンの人からいきますね。ナンナンさん、10歳おめでとうございます。そして12位が佐々木、和則さん、はい、12位おめでとうございます。で今誰タワー投げたの、誰ですか。ただいまタワーを投げたのは誰。大地さん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。12位までどんどんね。次は11位がリムさん、11位おめでとうございます。そして10位が山ちゃん、10位おめでとうございます。そして9位がゆったんさん、9位おめでとうございます。そして8位がみほさん、8位おめでとうございます。そして7位がさあみつるさん、7位おめでとうございます。そして6位が8で合ってんのかな、6位おめでとうございます。そして5位が科学先生、おいちかえよ。そして4位がカッティさん、カッティさん、はい、4位おめでとうございます。そして3位がカードにピース、は1000回もなんだ、ここが読めない、はい、3位おめでとうございます。そして2位が大地さん、2位おめでとうございます。そして1位がみなしごハッチさん、ありがとうございます。1位おめでとうございます。ということで14位から読んでいきます。ケントさん、星侍さん、ケンさん、サゼロさん、テオネオさん、上を向いてフクマロさん、フィンド 4B さん、ハスキーさん、クラッシングさん、ヒョパンさん、プレッシー、アスラヒデちゃん、ジアリングさん、コッサスミユシ、和田さん、ホイホイさん、ピシアさん、ヒデジロさん、ヘギョンニ、ナオさん、あ、で、ランキングがどう変わった今。13位にザゼロさんが入りましたね。13位おめでとうございます。じゃあで続きはどこまで読んだっけってなるよね。ということでということで順位からいきます。リムさん、ケントさん、星侍さん、ケンさん、テオネオさん、上を向いて福丸さん、フィンド 4B さん、和田さん、ハスキーさん、クラッシングさん、ヒヨパンさん、プレシー、アスラヒデちゃん、ジアリングさん、コッサスミュウシ、ホイホイさん、ウィンパディさん、ピシアさん、ヒデジロさん、ヘギョンニ、あ、オンマ、ヘギョンマ、なおさん、ひろさん、ナンナ48さん、まいさん、井上義弘さん、ふたるみゆさん、ゆうすけさん、ゆきとうもろこしさん、としさん、レッドミラージュさん、くりちゃん、としじゃけんさん、クラウドキューティンさん、かっくんさん、最後のししゃもさん、ポングポングさん、探偵サルさん、ファニンさん、すみともさん、チェンジ DC、加藤 BP さん、KYS さん、たっくん、ふっちゃん、ロビーさん、鉄道好きコナンさん、パラングスさん、42、ミカさん、フロストさん、ゴールド888さん、ユーマさん、ガチャさん、ハルキーさん、カズキさん、あやかんちゃん、
グリフォンさん、アルさん、ノンタさん、オスワルドさん、ユートシさん、最高のフィナーレをし、 PTY さん、スーパーカミオシさん、カズヤさん、ノリトマさん、J 田中さん、マホリンさん、ローソンジさん、ヤマハさん、ケンシンさん、ハスケルさん、サトリーさん、ネちゃんタイさん、ラミちゃん、アオくん、シゲアンさん、デコさん、メタルピーチさん、アキちゃんマン、ユータロウさん、ネムムさん、ミキトさん、もしも鳥だったらさん、ユッキビカリさん、オオツブちゃん、はい、100位まで読ませていただきました。見てくれた皆さんありがとうございます。はい、スピンが大丈夫かな。スピン、はい、ではスクショタイムいきますね。いきます。はい、チーズ、うん、ありがとうございます。じゃあ皆さんのポーズどうしよう。みゆ、小物を使う。ここのニキちゃんが気になる。ありがとうございました。今日はこれにて終わりたいと思います。見てくれてありがとうございました。では、また今度配信するときまた言います。じゃあまたね、ありがとう、ありがとうございました。明日から、明日土日だから皆さんゆっくりしてくださいね。お仕事の方もいると思いますが、お仕事頑張ってください。応援してます。じゃあまたね。